いと思います。さあチームアウト1列にお願いします。バシー選手を先頭に1列でお願いします。さあセリー選手、リカ選手、さあそれでは並んでいただいて立ち PK 対決を開催したいと思いますが、はい、それでは私の方から、はい、ビールをちょっと見てみたら普通の PK 対決とは変わっているので、ルールの方をお聞きください、はい、皆様大型ビジョンを見ながら、はい、その後ろお願いいたします。まずですね、テニス選手は両チームのキャプテンが指名をする、そして6対6で行っていただきます。得点は1人目が1ポイントで、その後6人目が6ポイントということでどんどん加算されていきます。そして7人目以降はサドンデスとなります。そしてキーパーは本職のキーパーに務めていただきます。なるほど、はい、1人目が1ポイント、2人目が2ポイント、はい、どんどん加算されていきます。そうです、分からないということですね。はい、なるほど。そしてキーパーは両チームキャプテン、ライブチームは中井選手、はい、そしてアライブチームは橋井選手が決定するということですね。そうですね。そして惜しくも敗れたチームは、はい、そうですね、キッサー山が1日従業員を務めています。こちらの方に、そしてあっち選手、まずはこの引き返しで成功方法のトスを伝えたいと思いますが、はい、まずは両チームにかけて相当ずつ、はい、ちょっと意気込みを、意気込みをヤングチーム、ラベ選手、意気込みを、ヤングチームとアダムチーム、分かっているじゃないですか、日向と引っ張りましたそう、ヤングが日向したいですけど、勝負の方が、そういうことです、そういうことですか。もう本当にキャプテンの人生にかかってるかもしれません。 OK、 さあそれでは早速先行高校の方を国上レフリーになってコインボスで ジャンプにしようかな。あれコインボス、あった、出てきた、いいよ、しようしよう、そこ全部で、それでは、我々のチームは好調ということになります。それでは早速キックオフ今日行いますが、ライブチーム、キックオフはどの選手にキックを出しますか。大分選手、どうですか、ちょっと
キーパーのキーパーはあまり出たことがないような気がしますが、どうですか。ないです。なんかこう、一緒に練習してくれてるか。ないです。頑張ってください。さあ、それでは、ガチ PK 対決、ヤングチームの1本目、1ポイントでございます。それでは行きましょう。
サードから引き離したいという予定があることがありましたけれども、それを受ける Yeah.